どうもーアンです。今日はですねシンクロニシティを感じる親父の行動ということで最近のこうことで親父のことであったんですね父親のことであった出来事でねああこれはシンクロニシティと偶然の一致あのいい 良いい意味でのの偶然の一致というかそういうのをおやじの行動を見ながらね、えー、思ったことがあったんです僕もねこういう経験がいろいろあるんですけどもその親父がそのちょっと通帳なくしよったんですねどっか落としてもうたって、えー、まあまあ年齢のこと結構高齢でもあるしやっぱりちょっとそういう,こうミスというかねそういうことをこうしてしまうことがまああるかなとただ通帳のことなんでね やっぱそのいろんなことを止めなあかんということでその止めたんですねその通帳が使えないようにっていうことでその事務っていうかそういうところに電話をしてですね一旦止めて通帳は使えないようにしたんですねで使えないようにしたで次にその通帳が見つかってないんでですねその通帳が見つかってないことで その新しい通帳を発行するというところですね。でそういうことの手続きのためにその行きよったんですね。で行った時にまあ印鑑がいるとその通帳で使ってた印鑑で、ね、その使ってる印鑑が必要であって持って行った印鑑がちょっと違う印鑑やったんですね。で違う印鑑やったんでまた家帰ってきよったんですね。で えー、通帳の印鑑は、えー、どれかなって言ってあこれやなでこれ持っていかなあかんなと思ったんですけどほんでね、えー、通帳発行に1,000円かなんかこう再発行になんかお金がいるというところやったな何本か忘れました1,000円ぐらいだったと思うんですけどで発行してお金もいるし通帳なくしてなんかややこしいしとかこう,こう落としてね拾ったやつがなんかこう悪用したら嫌やなとかいろいろ考えていって。 とたところね、一応ねまあむちゃくちゃ探しとったんですねそれでもうくまなく探してなかったんですけど最後にもう一回探そうっていうことです探したそしたらまあ分かお分かりとは思うんですけど見つかったんですねで見つかってですねで見つかってあのー、もうその1,000円も払わなくてもいいですし もう印鑑が見つかった連絡をしてですね、その見つかりましたということで、えー、停止してたものを解除するという状態になったんですけども、これのね、どこにシンクロニシティを感じたかというと、その通帳、新しい通帳を作るために、えー、行ったときに、その印鑑が間違ってた、これがね、シンクロニシティを感じるんですねこれが追ってたらですね。 新しい通帳にスムーズにこう変わっていってですね印鑑を押して1,000円を払って新しい通帳にして家へ帰ってきて通帳が見つかるということになると無駄になりますよねただ、えー、とそこで印鑑が間違ってたことによってもう一回印鑑を取りに行く取りに帰らなあかんと家に。 そのことによっってて、えー、再発行をしなくてよかったんですねで再発行しなくてよかったっていうのはその家にあったからですね結局再発行しなくていいし1,000円も払わんでいいと多少ちょっとそのいろんなことで時間は使ったんですけども、えー、その再発行をせんでええように印鑑が違った印鑑が絵を持っていった状態になったんかなとここにこうシンクロにしてを感じるんですね。だからそのの偶然の一致なんですけども うほんで、えー、父親は父親でこれからはちょっとそういう落とし物っていうのを気をつけなあかんなとまあ結局は落としてなかったんですけどもその家にこう置く場所をしっかり決めてここにしようというふうに、あのー、今はもう考えてやっとるんでよりその前よりもこうパワーアップしたというか良い状態になってさらにですねその せいも払わんでよかったし再発行もしなくてよかったという状況,状況を作り出せてほんで、えー、注意もしっかりこう持つようにできたということでこうあの通帳は普通に、えー、使える状態よりも、えー、一旦なくしたと思って探してなくっていろんなことをして、えー、見つかった状態今の状態の方が前の状態よりもいい状態になってるそれもその言うたらその時間は確かに使ったんですけどもまあ 父親も高齢なんで時間使ってもいいと思うんで,でそういうことをしたことによって、えー、プラスというかこう良いようにこうなってますよね前より良い,い状態いい世界って言ったら大げさですけどいい状態になってこう、えー、今の状態になってるというところですよねでこれをね、えー、親父のを見ながらですねすごくシンクロニシティを感じたという出来事でしたね、うん、だからこういうことってやっぱり よよくあるるなと思ってるんです僕はさ今年入ってねよくそれを感じますね。あれこれ例えば何か忘れ物して1回行った時に忘れ物して2回行った時に例えばクーラーがまだつけっぱなしやったとかね。 こういうのってその忘れ物があるって思わんけど、ずーっとつけっぱなしなんですよね。で、えー、その忘れ物があるから取りに行ったことによってクーラーをつけっぱなし分かってクーラーを消すことができたとかね、えー、そういうことがこうあったりとか、で他のことでもいろいろあったんですよね。そのうん。 あのブックオフに本買いに行ったらですねその本がなくてですねであとあとそれを無料でね、えー、ずっと読めることができたということになったんですねで今はねまたねそれを無料で読めて面白いその本というか漫画なんですけどその面白い漫画を知ることができたというところでですねまたその無料期間もなくなって次は。 えー、買う状態になるかもしれないんですけどもそれはそれでその,その本がほんまに欲しければ勝、えー、って手に入れればいいんじゃないかなとそれぐらい価値,の価値があるっていうか僕にとっては面白い漫画なんじゃないかなっていうのもこう今となっては分かってるとかいうこうねなんかねその、うん、うまくこういくようにこう流れているというかそういう出来上がっているんかなというのをすごく感じますね。だから ものすごいこうありがたいですよねだからありがたいものをこう感じといたらいいんかなとでそれにこうありがたいなとありがとうございますって思いながらやってたらまずそういう偶然の一致シンクロニシティをこう呼び寄せてくれるんかなと思ったりはしておりますということでですねえー、今日はえ父の行動ですねシンクロニシティを感じる親父の行動ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます